1977年のタミネ駅跡とその周囲。赤で囲った場所に駅があった。赤い線はタグチ線の配線跡。国土交通省国土画像情報をもとに、作成タミネ駅は、愛知県北下良郡下良町タミネ屋座地区総電に、かつて存在した豊橋鉄道、タグチ線の駅である。北下良軍団峰村にあった駅の一つ。タミネ駅は1930年12月10日。 田口鉄道により開設された。この田口鉄道は、現在の JR 飯田線本流しの駅と、下良町を結んだ鉄道である。田峰駅は、三河海老駅を終点としていた、同鉄道の第一期線に続いて、第二期線が清崎駅まで開通した際の途中の駅の一つであった。駅のあった田峰は、豊川右岸の地域で、九段、峰村の役場所在地でもあった。 豊橋と長野県の飯田を結んでいたかつての稲移道は、現在の新城市と設楽町の境を余量木峠で越えており、タミ峰地区を経由していなかった。しかし、田口鉄道は余量木峠を通らず、全長 1.5km のトンネルを開削して、海老からタミ峰へと出ていた。九段霊村域には、戦前、区内小書館の断固後料林が広がっていた。 タミネ駅にはこの五両輪で伐採された木材を搬出するために駅の開業後に二つの森林鉄道が付設された。1931年度にまずうなぎ沢線、続いて1932年度に土地道線が開通した。この森林鉄道は京弁鉄道であり、田口鉄道とは期間が異なるため駅には貯木場が設置され、 ここで森林鉄道経由で搬出された木材を田口鉄道の貨車に積み替えていた。これらの森林鉄道は戦後道路の整備と森林資源の枯渇により、うなぎ沢線が1958年度に、土地道線が1962年度に廃止されて消滅した。1956年10月1日、田口鉄道が豊橋鉄道に合併されたため、 豊橋鉄道、田口線の駅となる。それから8年後の1964年、豊橋鉄道は赤字の拡大を理由に田口線の廃止を決定。路線の廃止は1968年9月1日付であったが、その直前の8月29日に台風で被災して、田見駅から清崎駅までの区間が線路破壊により普通となり、 三河屋美駅から先の区間は運転していなかった。廃線となった田口線はバスに転換された。運行開始当初の代替バスは余量木峠経由であったが、稲目水道をバス専用道路に転換する工事が1969年1月15日に完成して余量木峠経由から切り替えられた。この稲目水道は愛知県が買収し、 1979年3月に拡張工事を終えて2車線トンネルとされた。現在の愛知県道389号、富坂へしたら1頭目トンネルである。2012年現在、本流しの駅と下良町を結ぶのは、豊か鉄ス田口新城線である。駅のあった自治区総電には、タミネという名称のバス停が設置されている。島式一面2線ホームと、 貨物測線2000を持つ有人駅であり、1956年の時点で駅長を含めて4人配置されていた。1957年度の乗車人員は6万1000人で、そのうち5割に当たる3万1000人が定期乗車券での利用客であった。この乗車人員は田口線全11駅の中で6番目に多い。同年度における貨物取扱量は、 発送が3687トン、到着が1308トンであった。田口線の貨物取扱駅7駅の中で取扱量は5番目に多い。駅の跡地は、タミネバス停に近い、設楽町断例、窓口センターが建つ場所である。跡地には、鉄道廃止後、田口線で使用されていた電車が残されていたが、設楽町田口に開設された設楽町奥。 三河郷土館へと1982年に移設された。2014年9月に、下田町奥三河郷土館の収蔵庫で地域、おこし協力隊員の石井俊人が当駅の資料1200点を発見し、愛知宿徳大学の協力を得て、資料の整理などを行い、2016年3月20日から25日まで、当駅跡にある下田町団で窓口センターで資料展を行った。 展示された資料には、季節や、貨物のトラブルに関する伝報、駅主催の団体旅行名簿や遠足などの団体乗車申込書などが含まれていた。豊橋鉄道、田口線滝の上駅、田峰駅、長原前駅。ありがとうございます。